皆さんこんにちは、ジャッキーです。はい、今回はですね、なんと冷めてもサックサクで香ばしく旨味の効いた衣をまとわせてなんぼでも食べられちゃうやみつきサクサクえのきの作り方を紹介させていただきます。マジでね、今回紹介する衣を覚えてみてください。これを知ってからね、このえのきに絡めてじっくり焼くだけでびっくりするぐらいね、食感のいい、ほんとね、サックサクが止まらない美味しいえのきレシピ完成しちゃったんで、これは一回作ってほしい。ただただこの衣がうますぎます。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。えのきだけ1パック。はい、そしてこちらの衣が小麦粉大さじ3杯に片栗粉大さじ2杯。そこにね、水を大さじ4から5杯使って混ぜ合わせた状態。これぐらいの割合でね、衣を用意してください。はい、そしてこちらが衣の中に加えてめちゃくちゃ美味しくする調味料。おろしニンニク小さじ2分の1杯。カレー粉も小さじ2分の1。そして粉チーズ小さじ1杯。マヨネーズ大さじ1杯です。材料は以上でーす。はい、お次はえのきだけ。石突きのところをね、ギリギリで切り落としてください。そうするとね、まだこの根元のとこがひっついてるので、この後の作業がしやすいです。はい、こちら、えのきをね、石突き落としたら、ちょっとバラバラになってますけど、この根元のひっついているところをギリギリでこんな感じスライスして、できるだけ薄い板状になるようにこんな感じですね、切り分けていってください。まあこれは大体で OK なんですが、根元の方にね、切り込みを入れて手で裂くようにするといい感じにこういう板状に切り分けられるので、とりあえずポンポーンと適当にえのきを切り分ける。まあこれは大体で OK ですしね、別にバラバラになっても全然問題ない。できるだけ薄い板状になるように切り分けてください。はい、お次はフライパンを用意していただいて、底一面に薄く広がる程度の油を入れてください。そしてまずは弱火で構いません。しっかりと全体的に温めてください。はい、こちらフライパンが温まってきましたら、先ほど合わせておいた衣に薄く切り分けておいたえのきだけを入れ、しっかり表面に絡めて、余分な衣をまずね、綺麗に落としてください。それからフライパンの中に並べて入れて、ほんとね、弱火のままで構いません。じっくりと表面がね、カリッと香ばしくなるまで裏表を返しながら焼き上げていくだけ。いや、マジでね、この衣がめちゃくちゃ美味しくて、冷めてもカリッカリサクサクなんでね、マジやばいっす。しっかり衣を絡めてね、できるだけ余分な衣を落としてゆっくり焼いていってください。はい、じっくりと焼いてカリッと香ばしくなってきたらひっくり返しちゃいましょう。うわ、見てうまそう。ほんと今回の衣がね、冷めてもカリッカリサクサク香ばしくなる衣なんで、マジでじっくりで構いません。弱火で裏表をカリッと香ばしくなるように揚げ焼きにしちゃってください。はい、こんな感じですね。裏表カリッと香ばしく揚げ焼きにしたら OK ですね。いい感じに色づいてカリッカリになったものから引き上げていただいて、油をしっかりと切っておいてください。ほんとね、弱火でじっくりです。マジやばい、サクサクカリンカリンやわこれ。はい、こんな感じで全てのえのきだけをじっくりと香ばしく揚げ焼きにしていってください。はい、完成しました。ほんとこれね、表面の衣がサックサクで香ばしく、
旨味や風味が効いたマジでやばいサックサクやみつけえのき、ほんと一回作ってほしい。マジでやばいのよ。こわかります？ほらカンカラカン、もうこんな感じでサックサクなのよ。それではキュームポーチ、いただきます。やばすぎる。この衣がうますぎるんで止まらんやつ。マジで表面はねサックサクで香ばしくて、今回マヨネーズやカレー粉、ニンニクなどを混ぜ込んでるんで旨味が強く、マジ止まらんやつ。うん、これやばい。マジでハマると思います。この表面のね食感がねザックザクすぎてマジでやばいわ。そして中の方に固まってるえのきはシャキシャキッとしててね、まあ、若干とろっともなっていて、マジで食感だけでも楽しすぎる。いやこのね今回の衣マジでやばいし、冷めてもカリッカリサックサクなんでなんぼでもいけちゃう。ほらパリンパリン、うまっ。すごいわこれ、めちゃくちゃおつまみになるやつだよ。うん、早速飲んじゃおう。はい、ということで今日も乾杯。あーうまっ。いやほんとこのねやみつきカリカリえのき、衣がうますぎるんでぜひ作ってみてください。わかりますかね、本当にねサックサクなのよ。この美味しいね旨味の効いたスパイシーな衣をえのきにまとわせて弱火でじっくり揚げ焼きにするだけ、びっくりするぐらいね食感もよく、中から美味しさがね噛みしめるたびにじゅわーっと広がるんでマジ止まらん。これ最高やわ。なんぼでもビールいける。あーうま。やっぱりえのきはね1パック100円ほどで買えますし、意外と量もあってねボリューム出るんでおすすめ。コスパよく食べ応えもあって満足できるなんてマジ最高ちゃいます。いやほんとねこれおやつ感覚でもパックパック食べれますし、おつまみにしても優秀なんでマジ作ってみてください。うん、うまっ。いや今回のこの衣マジで覚える価値あります。あーうますぎ。